駒沢理恵は、日本の元女子、フィールドホッケー選手。ポジションは MF。大阪府戦南市出身。アテネ五輪、北京五輪、ロンドン五輪ホッケー女子日本代表。戦南市立戦南中学校卒業。1998年、羽衣学園高校1年時からホッケーを始め、高校3年時にインターハイ3位入賞。この活躍から、ユース。 日本代表に選ばれる。その後、天理大学でも中心選手として活躍。2002年大学2年時に日本代表に選出され、2004年大学4年時にアテネオリンピック代表に選出、対アルゼンチン戦にて、桜ジャパンにおける五輪史上初ゴールを決めている。大学卒業後、グラクソスミスクライン女子ホッケー部に入部し、チームでは FW として活躍。 代表にも引き続き選ばれ続け、2006年、ドーハアジア大会で準優勝、2008年北京オリンピックにも主力として出場した。2009年から桜ジャパン首相、2010年からコカ・コーラウエストレッドスパークスに入団。ちなみに、この遺跡は2009年4月の遺跡規定策定後、第1例である。2011年2012年に本リーグ優勝の、 貢献し、同年度2年連続で最優秀選手賞を受賞した。2012年ロンドン五輪代表。2012から13シーズンをもって引退する。ありがとうございます。